どうもこんにちは、速稼塾の久保です。スマホに Bluetooth で連動しているワイヤレスイヤホンっていうのはね、結構いいのが出てきてて、以前はね、こういうそのイヤホン型のほんとちっちゃいやつ使ってたんですよ。でもこれってね、耳からポロッと落ちちゃったりするんで、ちょっと使いづらいなーっての感じた時に、こちらの新しいやつ、これはね、耳掛け型なんですよ。だからね、なくならない、すごいこれはいいなと思ってるんですけども、ただね、今回こう蓋のところが壊れちゃったんですよね。壊れちゃったのと、これをね、なんかちょっとした拍子にこれごとなくしちゃったんですよ。で、なくしちゃったらもう私ね、イヤホン中毒になってるんで、すぐに新しいのを買おうかと思って買っちゃったんですよ。買った後でこれが出てきたんですけどもね。まあでも今回買って、またね、中身をちょっと披露したいと思います。こんな感じで入ってますね。ちょっと違うタイプなのかもしれないですね。こうやって耳掛け型のイヤホンもいろんなタイプ出てますからね。パカッと開くと、あ、でもほとんど一緒だ。ほら、耳掛け型ですね、完全にね。こう耳に、あ、もう最初から電池入ってる。かけるタイプで、あ、若干フィット感が違うのかな。まあ同じですよね、でもね。こういう風にね、2個目を買ってしまいました。で、内容物としてはもう一個こういう箱がついてまして、これが充電器なのかな。あ、ちっちゃい USB がついてますね。これだけか。まあ付属品はこれだけで、ほんとシンプルな内容になってます。説明書もね、読むまでもないぐらいペラペラで、もうだって、今はね、同期も勝手にしてくれるし、その読み込みも勝手にしてくれるし、買ってきた状態、あ、これいいな、光ってる。これ。充電が入ってる状態では光りますね、これ。これはない機能ですよ。以前はここ、単なる、こうやってね、指をかけるとこだったんですけど、今回指をかけるのと同時に、このケース自体に充電ができてますよっていうサインですね。で、ケースに充電ができてると、今 99% 書いてますけども、これ何回もこれがね、はめるだけで充電自動的にしてくれるんですよ。非常に使いやすい。で、充電が切れることそんなに心配しなくていいんで、私もね、充電切れで使えなかったってことはもうないですね。もうだいぶこういうのって、性能も使い勝手も良くなって、ですごく箱がシンプルでしょ。ブランドも何も書いてないんですよ。ほんとこれだけあればいいよっていうユーザーにぴったり。箱が妙にね、無駄に頑丈なんですよね。だからこの箱何かに使えるかもと思って、取っといちゃうような、そんな気持ちも出てきそうです。ということで今日からこっちの方を使っていて、こちらはサブにしようかと思います。そしてこちらはほとんど使わないサブサブってことになりますね。これからよろしくね、イヤホン。いってらっしゃい。